仕事がなくなった。どうしよう。バンライフジャパン、リサ子と大輝です。私たち夫婦は2020年10月から家を手放し車生活をしています。この暮らしを成立させるために2人でリモートワークに日々励んできました。そしてつい先日、ようやく2人で月に30万円稼げるようになりましたとご報告しましたが、なんとそのうちのいくつかの仕事が打ち切りとなり、また収入が減ってしまいました。今回はそんな厳しいリモートワークの世界のお話です。いつかはバンライフや日本一周をしたいと夢を描く方もとても多いと思います。しかしその理想の裏側には現実的にクリアしなければいけない問題点もたくさんあるんです。このチャンネルではそんなリアルな姿を配信しています。興味がある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。今まで、YouTube の動画編集を3本、3つのチャンネルやっていました。それで2つのチャンネルが、なくなりました。まあ、なくなったというか、自分のが編集することがなくなってしまいまして、今1本仕事を受けるだけになっているので、はい、かなり厳しい状況です。そうだね、急にね、2本減るとかなりね、変わっちゃいますね。そうなんです、なかなか難しいね、 YouTube の編集は難しいです ね。で、今約半年ぐらい動画編集させていただいてるチャンネルは、その方自身がもう1年以上チャンネル運営していて、編集の部分だけ僕が担ってるっていう形になっていて、やってるチャンネルオーナーさんは YouTube のことをよく分かってる方なんで、すごくいい形で仕事をさせていただきます。はい、やっぱりね、自分たちも YouTube をやってきて約1年になりますが、こう継続するのがねすごく難しいし、特に最初はね、その軌道に乗せるのが大変だから難しいね。難しいです。どうしよっかな。まあしょうがないから、仕事を探すしかないからね、やれるところをどんどん見つけてやってみれば、ね、探すしかないね。どうやって探す？まあランサーズとか、動画編集は YouTube とかでも依頼してもいいし、ああなるほどね、それもやるし、インスタとかやるし、ね、あとはまあ動画編集以外の仕事も、案件とかね、それも企画して、なるほどなるほど、やってみようと思う。今まではちょっと忙しくて、そういう案件の提案もできなかったから、なるほどね、それもやってみれば。はい、あとはさ、私がやってるのはさ、ランサーズのスキルパッケージってやつなんだけど、それを1個商品として置いとくと必要な人が見つけやすいから、それもいいんじゃないかな。そうだね、それもやろうと思って全然やれてなかったから、まあ忙しかったもんね今まで。そうそうそう、それも一つ形として作っておこうかな。2人とも全くスキルがない状態からこの YouTube やリモートワークを始めています。仕事探しやクライアントさんとのやり取りも全てが手探り、なかなか厳しい状況ではありますが、止まっているわけにはいきません。まあちょっと仕事いつ決まるかわからんから、節約してみるわ、なるべくね。そうだね。まあじゃあさ、1ヶ月節約生活、で、まあ2人でどれだけ節約できるかやってみるか。1ヶ月、なるほど、せっかくなのでやるか。はい、やりましょう。頑張ろうね。はい、ということで今このような状況なので、これから私たちの節約生活と、あと大輝くんがリアルに仕事を探していく姿を、もうね、そのまま正直な姿をお見せしていこうかなと思います。はい、はい、
仕事がなくなってしまいましたので、今からクラウドソーシングサイトのランサーズに自分のスキルを出品したいと思います。仕事の継続が叶わなかったのはとても残念ですが、そこから得た学びはとても大きかったです。また一つの経験を積めたことで、新しい仕事探しも今までと違った視点で探すことができそうです。今が踏ん張り時、そう思ってもう少し頑張ります。